さあ、これから A 班の発表します。ルールを守って楽しくデュエル。そのモンスターが
天から取り除かれてしまう。クソ、ダイレクトアタックだ。あのモンスターを倒すには俺のキルトを引くしかない。頼むぜ、俺の敵答えてくれ。ドロー、ドロー、ドロー、ドロー。来たんだ、俺のキルトだ。お前たち夢見てやる。これが王者の力だ。ジャッジメントドラゴン召喚。このモンスターは1000ライフポイントを払うことによって場の全てのカードを破壊する。何モンスターを破壊だ。さらに俺はドラグーンで山狩りに大量のアタック。うわー、俺はターンを終了するぜ。俺のターン、ドロー。そう、クリーンが死ぬしようでしょうか。ターンエンドだ。そんな3個モンスターしか出せないのか。俺のターンだ。もう一度恐ろしさを思い知らせてやるぜ。そうかね、破壊だ。さらに俺はどうやらもう一枚のドラグーンを召喚。次回のドラグーンで合体攻撃。バトルフェイダー召喚。なんだと。バトルフェイスのこの効果で終了する。くそ、まあその場所に来たらやらないよ。さあ、お前の次のドローがラストターンだ。今まではまずい。あのカードを引かなければ。俺はこのデッキを信じるぜ。ドロー。最終戦争発動。この状態でそのカードを引くのか。バルカードを全て破壊するぜ。おっ、俺なんだろ。最強の証明だ。そして暗黒界の召喚により、ダイヤーサシルがゴルドを召喚。そう、シルエ、このフォーツアレクセルだ。アタックだ。これで映画の発表終わります。ありがとうございました。